こんにちは、速稼塾の久保でございます。あ、ちょっと動いちゃいました。あの、中国の人口が14億人を超えて少子高齢化がだいぶ加速したみたいですね。子どもの、出生率が1ポイント増加したのと同時に65歳以上人口が5ポイント以上ね増加してるってことで、やっぱりこうこれからもそうなんですけども、年齢の高い方が増えていって、まあ、若年層がそんなにたくさん増えないというね、減ってはいないんですけども、そんなにたくさん増えないっていう現象を迎えてるみたいです。そして一つの報告によると2022年で人口がピークに達するっていうことらしいんですよね。で、ここで私がねちょっとね不審に思うのは、実は中国って領土を広めていって、まあ言ってみれば隣国も中国の一部だよってことで、近くの国をね中国人口に数え始めることによって人口をこう強制的に増やしているところがあるんではないかなと思うんですよ。まあ、表現は気をつけないといけないと思うんですけども、何と言いますかね、中国ではないんじゃないかなって国がいつの間にか中国になっていて、そこの国の人口が自治区とかね、なんとか区っていう形でいつの間にかごそっとね数十万人数百万人レベルで中国人口に組み入れられるみたいな感じで人口が増えていってるのかなって感じるんですよ。もともと中国って国は少数民族の集まりでできた国であって、その成り立ちっていうのは、まあ、合併するのか侵略するのかいろいろと言い方はありますけども、そうやってどんどん増えていったのかなとか思うんですよね。魏呉蜀民宋漢の時代とかいろいろありましたけどもね、歴史の教科書で習ったような気もしますけども、一体中国って何なんだろうなと思うんですよね。で、最近はその私が気づいたのは、台湾も中国の一部なんだよっていう説と、いや台湾は台湾という国なんですっていうふうに分けて考える説とあって、じゃあ台湾の人口っていうのは中国の人口にカウントするの、それとも今まではしなかったけどもこれからカウントするようになるんですかとかね。それから香港ですよね。香港の人口がもともと中国の人口に数えられていたのか、それとも返還後に中国の人口にごそっと変わったのか、それとも未だに変わってないのか、こういうところもね今まで興味を持たなかったことなんですけども、少しずつ見ていかなければなと思うんですよ。まあ、その中でね、人口が14億人、そしてこれが減少に転じるってことは、もしかしたら中国っていう国にどんどんね合併する地区とか国っていうのがそろそろピークアウトしてきたのかなと思うんですよ。で、考えにくいことですけども、例えばねインドみたいな国が、いや中国の領土ですよってなったら、いきなり20億人以上の国ができるわけじゃないですか。なのかなと、難しいな、人口のなんかこの統計っていうのはね。日本みたいにはっきりと切り分けられていたら、人口が減少してるっていうふうなところはもう非常に透明性を持って見えるんですけども、中国に関しては人口が減少に転じた、だけども中国人の数は減ってるけども中国という国としての人口は増えるみたいなね、なんかすごく難しい数え方になってくるのかなとか思っちゃいますけども、この辺どう解釈すればいいのかちょっとね、お詳しい方いらっしゃいましたらコメント欄で教えてください。世界人口は基本的には増えて望ましいわけなんですけども、資源が有限であることを考えたらどこかで増える限界点ってのがあると思うんですよね。増え続けると食料にしてもエネルギーにしても土地にしてもね、食料が特にそうなんですけども、なんかね生産に追いつかないぐらいの人口がこの地球上のキャパシティだと思いますけども、あとはあれですよね、いろんなエネルギー資源が人が増えすぎると足りなくなってね、相対的に高騰するんじゃないかなとかね、あと移動が自由にできなくなっちゃうとか、今ですら渋滞するところってあるわけじゃないですか。で、道路事情によってはなんかね、どれどれっていう方は何曜日出かけないでくださいみたいにしないと渋滞が収拾つかなくなっちゃったりするのかなとか、いろいろ考えちゃいますね。皆さんどういうふうにお考えでしょうか。とりあえずね、中国の人口14億人超、伸び率過去最低、少子高齢化も進行という動画を概要欄につけておきますので、ご覧いただいて何か考えがありましたらまた教えてください。